ついにカプコンの情報が出るというわけで、スイカの枠で購入配信させていただいた犬猫と申します。まさかね、追加でね、入れさせてもらえると思わなんだ。お絵かきしますか。お絵かきは今回ちょっとね、残念ながらちょっとみんな楽しみにしてた人がいるかもしれないんですけど、ちょっとお絵かきは配信中にはしないですね。残念がる人多いと思うんですけど、もう帰ってきました。お待たせいたしました、皆さん。今回は、エスピアスアッシュが来るという、ね。まあ、これの情報は確定してると。で、希少種のモンスターが来るのではないかと言われておりますよね。僕が今回ちょっと注目したことがありまして、今回、タイトルアップデートの、これあったじゃないですか。この画像のシルエットが予想するキーだと思いました。まあこれでちょっと、まあ自分的にまあありえないかなって思うちょっと順番から言っていくんですけれども、まあ最初は、まあまずこいつかなっていう、まあキリンですよね。キリンは亜種とかも出てて過去作で。まあ、希少種もワンチャン来るんじゃないのっていう。まあ、足がいるモンスターはね、割と希少種来やすいかなって思ってて。キリンがキリンすぎる。キリンがキリンすぎる。それちょっと嬉しいコメントだね。うまいって捉えてよろしいか？さすがにちょっと上手くなりすぎちゃったか。まあ、キリンはワンチャンって感じだったんで。まあ、ちょっと次のモンスター予想を見ていきたいんですけれども、まあ、キリンじゃなかったら、ま、こいつなんじゃねえのっていうのが、まあ、これですよね。ティガレックス。誰が水泳帽のキャップやね。ティガレックス希少種は過去作に登場してるんで、すでに。こいつは一番いい意味で来ても驚かないのがティガレックス希少種かなと思って。でもこっからなんですよ。僕はちょっと違うと思ってて、実はティガレックス希少種は。2番目に来るなのかなと思ってるのが、ティガ希少種じゃなくて、なんと、グラビモスなんですよ。グラビモス。わかりますかこれ皆さん。バサルモスの通常種って出てきとったやんね。ライズで。それの生態がグラビモスっていうモンスターなの。これサンブレイクとかライズから始めた人知らんと思うけど、このモンスターは全然ある。これグラビモスもさっき言ったみたいに足がおって、それの希少種は全然あるんですよ。でもこれね、ないとか言われる人いると思うんですけど、これちょっとね、マジで、これピンときた理由があるんですよ。何かって言いますと、これはちょっとマジでみんなびっくりすると思う。もう絶対みんなコメントなんで、おーマジか、犬猫さんこれはすごいやんって絶対言うと思うんですよ。ちょっと見てほしいです。こちらの資料どうぞ。このさっき見せたタイトルアップデートのこの画像あるじゃないですか。これ隠されたメッセージがあるってさっき言いましたよね。隠されたメッセージいきますよ。なんとこれ近づくじゃないですか。でこれシルエットが大事ってさっきも言ったんですけど、このシルエットがなんと、これが、なんと、これなんすよ。これがなんと、見えます皆さん。こう、ぴったり合ってるんですよ。やばくないですかこれ。じゃ、もう一回見せますよ。僕がさっき、用意したこの資料あるじゃないですか。この資料と、なんと、本当にガチのカプコンさんが用意したデータ、ここ見えます？これさっき本当に何もいじったの、何も編集してない。なんと、ぴったり！やばくないですかこれ。これはね、ちょっと、うちのチャンネルだけですよ。こうしたらわかりやすいかなこれ。これわかりやすいでしょこれ。こうしたら、ぴったり！でも、俺これだけじゃないですよ。さっき言いましたね、僕。これ2番目だって。僕の予想は2番目だって。そうなんですよ。本命があるんですよ。本命が。いきますよ、皆さん。僕の本命は、ガチでこれなんじゃないかっていう。もう、理由がもう一つ二つじゃ終わらない。もう100個言っても終わらないぐらい理由があるんですよ。それが、何かと言いますと、こちら。人用が亜種。人用が亜種なんですよ、これ。もう何回も言うんですけど、亜種が、もう、登場していて、希少種につながるっていう伏線ももちろんのこと、人用がに何か生えてる？人用が何か生えてる？ん？人用がに生えてる？これ毛じゃねえよ。竜属性の玉が舞ってる感じ。肩から何か生えてる。え、これあれじゃねえ。ほくろから生えてる毛じゃねえよ。竜属性の、あれよ。波動砲みたいなやつ。あ、ちょ、そっか、みんな過去作やったことないから分かんない人多いのかな。
まあまあそれは仕方ないとしても、やったことある人はみんなわかると思うね。話脱線しちゃったんですけど、これ戻すと、もう一個ガチの理由がありまして、それがちょっとね、先ほどの資料をもう一度出させていただくんですけれども、これのあんま注目してる人いなかったと思うんですけど、なんとまたドアップするんですよ。そしたらまさか、そうそうそう、そのまさかなんよ。まさか、まさかのぴったり右の影の2本が何やと思ってたの俺。これトゲかなとか思ってたら、まさかの角だったんですよ。シンデレラフィット、この左と真ん中の方のね、これふわふわが何かって言われたら、こう背中のトゲだったんですよ。これは本当にマジでびっくりした。これはちょっと自分でも思いつかなかったっていうか、これ本当に資料を合わせなきゃ自分でも分かんなかったんですよ。これちょっと分かりやすいのもう一回こうさせていただくんですけれども、こうするとなんと、ほらね、なんかもう ほぼ確定なんですよね。と自分で言うのも申し訳ないし、なんかちょっとリークみたいな感じになっちゃったんですけど、これが来たからにはちょっと今日の配信のちょっと期待度も下がっちゃうかもしれないですけど、ちょっとそれは申し訳ないってことで、ああそうそう、でコメントなんで、ちょっと玉光での希少種なんじゃないのみたいな話してたんですけど、やっぱそれはさっきほども言ったんですけど、足が以前に登場してないって点で、まあまあ期待値は低いかなと思うんですけど、まあでもね、玉光根のイラストを待っていたんじゃないのっていう人のためにね、ちょっと用意させていただきました。こちらですね、かわいいかわいいね、ジニオガと一緒に描かせていただきましたので、皆さん、はい、ぜひスクショして、皆さんのお使いの SNS を活用してると思いますけど、まあ、僕のアイコンをフリーで今日提供させていただきたいと思います。今回玉光根はちょっと申し訳ないですけど、あんまりちょっと希少種は来ないかなって思ってますね。すごっ、ガチじゃんオープニングムービー。おお、上がってんね音楽すげえ、おい誰だ作った人やばすぎでしょ。いいな、俺こんな動画作ってみたいんだけど、俺のオープニングムービー作ってくれ、金払うからかっこいい、これ現地で見れる人めっちゃいいな、テンション上がるんだろうなやばすぎでしょ。まずはこちらの最新のプロモーション映像をご覧ください。うわ、もう鳥肌エグいんだけど、始まってないのに。帰ってくんの、おぉ、あーマジでお前だったかみっちゃん、あ、みっちゃん、しかも爆破属性それ。ダオメツネ貴重種。嘘でしょ、アッシュいなかったのに、さすがに予想外。何状態ってか、何属性なんだろう、これ。うわぁ、爆破だね、多分。パッと見だけど。あぁあぁ。もう釣りそうだ、俺、初見で。今、ハンターお手玉にされとったけど、今。で、エスピナス出したよね、これは。あ、しかもあれなんだ、マップもここでやるんだね。いやー、めっちゃグラフィック綺麗。え、武器の重ね着装備解放、待ってました、ガチでこれなんで今までなかったのって思ってたもん。うわ、ついに俺の体験もマグロになる時が来たか。え、なにこれ、オーナズチ、なんだオーナズチが解克服、克服、克服しちゃったの、嘘でしょ、何その新しい克服モンスターが出てきたってこと。あーあーあーあああ、すげえ、しかも同じだけじゃない、あ違うか、120レベルまで解放、おい100レベルで俺たち汗拭いてんのに120レベル、オーマイガー、ボリュームがお腹いっぱいすぎる。希少種がやっぱ三つ根足だったんだ。俺の予想は正しかった。